勝利というのは本当に何倍も嬉しいでしょうね。それでは今日の激戦ハイライトで振り返ります。第一マッチはダブルスです。 TT 埼玉小林博夢曽根かける、今シーズン5勝4敗金沢ポートは8ペア目の組み合わせでした。三浦雄大田中雄太、初めてのペアリングです。まあ、スタートですね、ちょっと初めてのペアリングということで心配されてましたけど、三浦のやっぱスタートのこの攻撃力ですね、これが非常に良くてですね、先制した金沢ポートちょっとやっぱもしかしたらということがいけるのかなと思いましたけども、やっぱり曽根と小林のやっぱラリー戦でのこのペアリングの良さっていうのが非常に光ってましたよね。コンビネーション良かったですね。はい、特にこの最後の1本のプレーなんていうのはこの苦しいラリー展開から盛り返してここでドンと勝負を決めたと、まあやっぱり曽根小林10試合目のやっぱ試合ということでもうペアリングの良さが光ってました。埼玉のペアがゲームカウント2対1で勝利。第2マッチからはシングルス TT 埼玉韓国代表アン・ジェヒョン対金沢ポートは昨シーズンまで TT 埼玉でプレーしていました大砲五十嵐文也の一戦でした。そうですね、正直ですね、試合前はやはりジャック・アン・ジェヒョンの方がやっぱ実績的にも有利に進むんじゃないかなと思いましたけども、やっぱり五十嵐のこの攻撃力とあと戦術の変化っていうのが非常に良かったですよね。やっぱアン・ジェヒョンも台から距離を取って五十嵐に簡単に攻撃させないようにこう攻めていってたんですけれども、やっぱそれに対してミスが多くなってしまった五十嵐は苦しくなったんですけど、そこから戦術を立て直してですね、安定感のある攻撃に変えましたよね。で特に目立ったのがこうストレートで、ストレートをうまく使った攻撃、いやここで最後の1本は本当に五十嵐大勝負に出て素晴らしいプレーを見せていただきましたね。おそらく次入ってると思います。さあその最後の1本です。このガッツポーズです。強くなったところを見せたいと話していた五十嵐文也、はい、ゲームカウント3対2で勝利しました。そして第3マッチは TT 埼玉曽根かける対金沢ポート田中雄太、愛工大名電中学高校の先輩後輩同門対決、すごい試合でした。そうですねもう第1ゲームからこれだけのですね激しいラリーが続いて攻めぎ合いがあるというのはやっぱりもう中高と同門対決ならではという感じがしましたね。でその中でやっぱりこう全体的には曽根がやっぱりパワーで上回るという展開がやっぱ目立ってたんですよね。で田中もうまくこう曽根のポイントを外しながらこうゲームを進めてったんですけれども、やっぱり、曽根に打たれたら苦しいというのがやっぱりこう田中の中にあったのかもしれないですね。曽根が見事昨日の敗戦を取り返した素晴らしい試合でした。曽根はダブルスとシングルスの2勝、そして第4マッチは TT 埼玉相田聡、金沢ポートはこちらも昨シーズンまで TT 埼玉の選手でした、キャプテン松平健太。前回対戦は渡辺さん、松平が3対0で勝利して再戦でした。そうですね、その時もですね間のいいところをきっちり封じ込めて戦う松平の本当にクレバーな部分が目立って、今日も苦しいんじゃないかなと思ってたんですけども、間の攻撃の正確性、第1ゲーム第2ゲームすごい素晴らしかったですよね、はい、ただそれでは終わらなかったですね、はい、そういうことなんです。第3ゲーム、第4ゲームとやっぱり松平がサービスを持った時の点数がぐんと増えてですね、じわじわっとこう間をやっぱり揺さぶりにかけていったわけですね。でそこで苦しくなるのかなと思ったんですけども、やっぱり第5ゲームに入ったところで間がやっぱり自分を信じて振り切っていった、このやっぱり攻撃のこう正確性、精度の高い攻撃目立ってましたね。最後も素晴らしいミドルだったと思います。今日は第1マッチから第4マッチ全てがファイナルゲームに突入する大激戦となりました。間はこれでシングルス6試合ぶりの勝利、このガッツポーズです。 TT 埼玉今シーズン4勝目を挙げました。